コニエツポルスキ家の紋章、スタニスワフ・コニエツポルスキは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族でありヘトマン。軍人としてのキャリアは、ロシア・ポーランド戦争に参戦することから始まった。1610年に、リトアニア大へ、トマンのヤンカロル・ホトキエビチの軍に入隊、モスクワのクレムリンに籠上しているポーランド守備隊への補給作戦に加わった。 1612年から死であり州都であり、王官領野戦へ、トマンであるスタニスワフ十キエフ付きの部下となり、1623年からは、オスマン帝国などを相手に、南方で活躍した。1626年に、スウェーデン・ポーランド戦争へ招集されると、騎兵と、重兵と砲兵を巧みに組み合わせた、機動戦、及び共和国連合艦隊の創設によって、 スウェーデンの進撃を食い止め、北方のシシコとグスタフ2世やドルフには、数多くの敗北と二度の重傷を負わせた。コニエツポルスキは、軍師としての才能に特に秀でており、戦った相手の長所を積極的に取り入れ、敵国オスマントルコ、ロシア、スウェーデンの軍勢を研究、分析して、自軍の火力増強なども言った。彼の指揮下の有力重機兵団フサリアは、 あらゆる戦いで無敗であり、さらに彼が創設した、共和国連合艦隊は、当時のスウェーデン海軍を撃破した。また巧みな外交術で神聖ローマ帝国の支援を取り付けて、兵や危機を借り受け、最後の決戦、プツクの戦いにおいて、スウェーデンに対して決定的な勝利を収めた。グスタフ2世やドルフにとって、コニエツ・ポルスキは、 戦闘で全く歯が立たず毎度帰り討ちに合わされた唯一の敵将であった。グスタフ2世やドルフは圧倒的な戦闘力と機動力を誇るポーランド騎兵軍団を擁するコニエツポルスキに対して大量の傭兵投入戦術による雪辱を期していたが最終的にはコニエツポルスキの帰り討ちによる 自軍壊滅と自身の戦死による不足の事態を恐れ、戦闘継続を断念して、身を取ることを優先せざるを得なくなった。しかし、コニエツポルスキは軍人であり有能な政治家ではあった。もののあくまで、ポーランド議会の代表者であり、ポーランド君主ではなかった。それに対し一国の君主で自国の外交政策を、思うがままに決定できる。 グスタフ2世やドルフは戦争終結に、フランスの介入による、スウェーデン優位の朝廷を導き出し、外交的な勝利を得られることとなった。コニエツ・ポルスキは、優れた将官であり、ポーランドを守った英雄でもあったが、絶対王政による迅速な外交戦術で、ヨーロッパ諸国と当たり合うグスタフ2世、アドルフのような絶対君主と、制限的ながらも、 民主主義的な国家ポーランドにおいて国会に対し説明責任を果たす義務を持ち国家の重要事項の決定においては常に国会の承認を必要とする軍司令官では当時のヨーロッパにおける政治力の差は歴然であったポーランドの国主権が強力であったならば他国との交渉も迅速に進み戦闘のみならず 外交にも完全に勝利することも可能であったが、君主と軍司令官ではその差は歴然であった。グスタフ二世やドルフは、戦闘での屈辱を外交によって払ったのである。こうしたことは、後の大洪水時代においても同様であり、貴族共和制の弱点を突かれたと言える。コニエツポルスキが、共和国内に分断して駐留する、 スウェーデン軍すべてを格好撃破する前に戦争は事実上終結してしまい、政務も財政上の懸念から和議に応じてしまったため、彼はスウェーデン軍によって奪われた領土を完全に奪還するまでには至らなかった。その後も1634年には、ウクライナのカミエニエツ・ポドルスキでオスマン帝国を他にも障害においていくとなく、コサックや クリミアタタールの侵入を防いでいる。最初の妻でジューキエフスキの娘、カタジナが1615年に男子を残さずに、亡くなると、スタニズワフルボミルスキの妹にあたるクルイスティナと、再婚、1620年に、クルイスティナとの間に、息子のアレクサンデルを設けたが、1645年に、クルイスティナが亡くなると、翌1646年に、 クシフトフ・オパリンスキの妹にあたる16歳のゾフィアと再婚した。それから、コニエツ・ポルスキは、新婚2ヶ月目に50代半ばで休止したが、男子を残そうと子作りのために何らかの競争罪を常用し心臓麻痺という事故を起こしたのではないかとする説が、同時代のヨアヒム・イェルリチによって提起されている。ありがとうございます。